フォードテリトリーは、フォードオーストラリアが生産、販売する SUV 型自動車である。テリトリーは、車内コード E265 と呼ばれ、EA169BA ファルコンをベースに、開発され2004年4月にデビューし、同年オーストラリア売上ナンバーワンの月間自動車誌、ホイールズのホイールズカーオブザイヤーに輝く。フォードは、 開発に4年の歳月と5億オーストラリアドルを費やしたと伝えられている。テリトリーはファルコンワゴンと並行して販売され、生産も同じラインで行われた。フォードの上層部はテリトリーの導入によってファルコンワゴンの生産を早々に打ち切る予定だったが、フリートユーザー等に根強い需要があり、結局6年後の2010年まで並行して生産された。 テリトリーの外観は北米で同時期に登場したトーラス X と共通性を感じさせるものとなっている。2005年から南アフリカ向けに輸出を開始。2006年にはタイ向けにも輸出を開始。1 8 2キロワットを発生するファルコンと共通の直列6気筒4.0リットル銅箔バラエンジンが4足オートマチックと組み合わされ、2WD とオードが用意された。 装備の違いにより TX、TS、GUA の3つグレードがあり TX にオプション TS 以上に標準装備されたサイドカーテンエアバッグと e s C がオーストラリア製の乗用車としては初めて装備された。なおニュージーランド仕様は外装細部等がオーストラリア仕様と若干異なっている。2005年10月一部を改良された SY 型が登場。 エンジンパワーが1 9 0キロワットに上がり、オードのトランスミッションは ZF の6速オートマチックに変更された。オーストラリア製の乗用車としては初めてリアパーキングカメラが装備された。2006年半ばに2 4 5キロワットを発生するターボモデルを追加。2009年のメルボルンインターナショナルモーターショーで発表されたマイナーチェンジ版。 内外装の小変更に加えサスペンションも改良された。ありがとうございます。